寒い日が続く1月の末ですが、ここ深大寺の植物公園梅園では梅がそろそろ咲き始めて良い香りも漂ってきています。古くから伝わる品種を中心に約70品種180本の梅が植えられており、2月中旬から3月上旬にかけて花盛りを迎えます。今年も開花に合わせ、華やかな園内で2月3日からは梅まつりが開催されます。深大寺といえばやっぱりそばですね。